ほんとお前なんかやめてけ。じゃあお前なんか必要ねえ会社にとって。もう今からもう帰ります。もう来ないです。お疲れ様です。お疲れ様です。今日は寺西くんの現場でね、サイコパス、で今日はちょっとまたリリーちゃんと俺で騙しちゃろうと思って現場来てるんですけど、今日は出て騙すんだ。今日は社長と喧嘩をします。社長と喧嘩をします。うっそー、本当です。あのね、企画としてはそのリリーちゃんと俺はもう話し合わせるので、もうお互いにちょっとヘリが近づいてきたのでちょっと言った方がいいかい。もう うわーっと二人で言い合いをしようと思ってね。視聴者の皆さん、俺相当ぶち切るから、ちょっとひどいというかコメント書かないでね。めちゃめちゃ私も やり返すんで、まあ、もうバチバチって、はい、バチバチ行ってきます。ギリギリばっか言ってんじゃねえよ、そういうこと言って寺西くんのもとに、うわっ、お疲れ様です。お疲れ様です。今日は何やってくるんですか。今日はあの仕上げなんで、うん、あのタッチアップの箇所がまあまあほんの少しですけど、うん、若干噛んでますよ、もう。じゃあ、はい、もうちょっとあるんですけど、まあ、こうやって、うん、今ちょっとじゃあお願いします、はい、こういう風にピョンってこう、うん、茶色いのがついちゃってるじゃないですか、うんうん、こういうのとか、あとこことかシュッシュって入ってるの見えますか、うん、こういうのをチェックしていきます、うん、お客様に引き渡す前に、うんうん、まあ、動画用で残しといていくよね。ミスじゃないんだけどね、これ。ああ、そういうことね。そうっす。あのこう動画で一応貼って残しとるってことだ。そうっす。あの、で、はいはい。明日？そうっす、これ、うん、これ見えます？うん、見える見える。こうやってもゴミとかついてたりとか、うんうん、するときはあのシンナーで拭いてきます。へ、うん、そうなんだ、すごーい、すごい。今こうやってついてるんで、こういうのは、うん、まあ、僕はシンナー持ってるんで拭いてします。へ、うん、拭きますか、カメラで拭いてるところ撮ってもいいですか、拭いてるところ。まあ、せっかくなんで。ウエス、はい、ウエスしたら置いてきちゃったし、僕。あ、本当ですか。じゃあ、撮ってきましょうか。あ、いいっすね。リリーちゃん撮ってくる。はい、撮って。あ、ほんならちょっと待っとくわ、いい。はい。この企画、再生されると思う。まあ、真面目系もいるっすもんね。え、ふざけてばっかだと。いや、真面目なことを楽しくやってほしい。俺のモットーは、あの、はい、つまんないことを楽しくする天才になりたい、俺は。あ、じゃあ面白く吹きゃいいっすか。あの、ウエス来たら面白く吹きます。あ、いいね、いいね、はい、いいね。全力で吹きます。そう、全力。カメラ撮ると結構外の音うるさいと思うっすね。ん、全然耳に入らんかったっすね、普段。うん、飛行機飛んだのか。カメラ撮ると分かるっすよね。そう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 、飛行機飛んだ。カメラだとすっごい広いんだ。あ、かっこいいシーンが撮る。わーって分かった。わーって分かります。嘘、置いてみようか。はい。え、ガシャガシャって分かった。なんかガシャガシャーって言ったよね。ちょっと置いてみよう。大丈夫か。ちょっとやばいです。は、やばいです。大丈夫、落ちた。脚立から落ちました。そうそう、これめっちゃグラグラです、この脚立。そう、これ取った、多分。そう、立てる、とりあえず。いや、無理です。そう、立てるやろ。いや、無理です。どっちの足、右足です。もう動かせないです。いいで、立てって。無理無理です。一回立ってみ。無理です。立てるでしょ、立てるでしょ。いや、どう、結構痛い。結構やばいです。え、やばくない。で、お前いつもそうだもんな、痛い。いつもってどういうことですか。いつも痛い痛いって言ってるよ、お前。多分、本当に痛いと思ってた。いや、なんか YouTube とかでも俺思うもん、いつも。なんか頼むと、いつもなんか、いや、それは嫌ですとか、あれは嫌ですとか。甘えとんだって。いや、社長こそ決めつけすぎじゃないですか。決めつけてないけど、お前ね、ちょっと可愛いからって調子乗ってんだって、大体。いや、社長こそ社長だからって調子乗りすぎじゃないですか。いや、ほら、立てるやん、お前。いや、社長が立てって言ったから立ったんですよ。なんで立てっていうのに立ったら痛い、今あの、ブチ切れるんですか。意味がわからないんですけど。いや、お前何、その、さっきのからその言い方。いや、社長こそ怪我人に対する言い方じゃ全然ない。怪我人じゃない。ちょっと落ち着いた方がいいかもしれないです。落ち着いてる、落ち着いてますよ。なんだ、その態度。いや、社長こそ
怪我人に対する態度じゃなかったですよ、今のやつ。いや、お前はちょっと言い過ぎかもしれないですけど。じゃあ、言い過ぎでしょ。いや、所長も言い過ぎですよ。そう、お互い、お互いだ、俺は言い過ぎじゃん、俺社長だし、給料払ってる。いや、私、怪我人ですし。怪我人じゃない、お前なんか。なんだ、その態度。いや、社長に対する態度じゃん。こんな動画にならんわ、俺は。いや、社長こそ。俺、大体前から思ったの。お前なんか本当に、YouTube やってな、ちょっとみんな可愛いかいって言うから、調子乗んな。いや、社長こそお金持ってるからって調子乗りすぎじゃないですか。いや、お金持ってるのは別に調子乗ってないけど、俺は。だけど、俺は思うのは、本当に最近 YouTube やって、ちょっと可愛い可愛いってみんなからチヤホヤされて、で、調子乗ってそういう態度になってんだって、俺に対して。いや、社長こそ最近会社がいい感じだからって、あのもう、お金持ってるからって態度でかすぎですよ。いや、本当にそういうところいつも嫌いだと思ってたんですよね。だから俺もお前のこと本当にずっと嫌いだと思って。いやでも私の嫌いマジこいつキモいわ。違う違う、多分本当に今痛いだけで。やめないんだってお前みたいなやつ本当に。あ、分かりました。じゃあ明日からもう来ないです。明日じゃあふざけんなってお前、会社だぞここ。じゃあ辞めろって言ったら1ヶ月前に言うのが普通だろう。いや、社長が辞めろって本心じゃないでしょ。本心じゃないでしょ。本心じゃなくても俺辞めさせるし別に。いや、でもじゃあ明日から来ない。いや、明日とかそれは無理。法律上も禁止だし、お前それもう違法だから。刑務所、お前なんか刑務所行きだ。じゃあ刑務所入れてくださいよ。入れれるもんな入れてくださいよ。いや、ちょっと落ち着いて。もういいわ、お前なんかもう話じゃない。もうじゃあいいや、明日から今度もいいけどな。お前 YouTube もこうやってやっていきたい、あれもやっていきたいって一生懸命言っとんのに、こういう態度でしょ。これ無責任なんだ。だから俺はいつも言っとんだって。こんなやつやめてきゃいいんだって。多分今一時的に多分。いや、関係ないでしょ。熱くなって多分言っちゃった。そうでしょ。多分社長もそうだと思います。いや、俺に対してこんな態度許せるの。じゃあ俺はそんなやつクビでしょ。いや、それじゃあ味方しとるってことは自分もやめてけや。じゃあやめてけじゃん。なんで味方するんだ。こんなふざけた小娘のバカ女の味方するんだ。もうやめてけやいいんだって。ほんとお前なんかやめてけ。じゃお前なんか必要ねえや会社にとって。今からもう帰ります。もう来ないです。もう来ないです。いや、社長こそなんで、はっきりして。いや、社長こそなんでそんな態度でかすぎるんですか。いや、態度でかくない。普通だよ。態度でかく普通だよ。俺は普通、全然普通。いや、そういうところちょっと嫌いです、社長の。嫌い。俺もお前のこと大好きだけど、俺お前のこと大好き。あ、めちゃくちゃ大好き。あ、それは私もです。可愛いし、めっちゃ大好き。あ、ありがとうございます。私も社長のことです。めっちゃいい子だし、大好き。何これ。なんかちょっと締め悪かったけどね、俺。大好き。大好きだよね。え、足は？俺たち。足は？痛いです。痛くないよな。いいね。ドキリでした。うまかった？え、どういうことですか？ただのドキリ。足が痛いです。足が痛いっていうのも全部口合わせとる。で、しかもびっくりさせたろうって書いてた。じゃあ俺も結構クソバカーとか言ったもんね。ちょっとやべえかなって。大丈夫だった。え、ちょっと全然すごい可愛いから。大丈夫だよ。狙口悪いですよ。狙口悪いですよ。騙されてます、ね、俺もさ。いや、ちょこっと打ち合わせしたけどもね、ここまで来るかみたいな感じでちょっとビビってたけど、カメラもだって俺さ、微妙な感じでこうやって持っとったじゃん。めっちゃ気にしとったもんね、俺こうやって。なんでカメラ回してんのかなと思わなかった。じゃあもう入ってこなかった。出ら口悪いじゃないですか、誰とも。どうだ、意味わからんなって。そんなに怒ることなのかなと思って。まず病院行った方がいいし、行かせへんし、うん、なんか俺までやめろとか言われるし。考えたそうね。そう、そやめる問題じゃない。そう。いや、意味わからんかったっすね。最後の楽しかったね、リリちゃん。俺もリリちゃんと今日のお酒は超楽しかった。めっちゃ恥ずかしかったもんな、俺。可愛い。何その大好きとか最後の。あの怒っとる顔超可愛かったわ。あそこ決まったよね。あの、なんかちょっと落ち着きましょうって言ったら落ち着いとるわ。超笑えたんだよ、だからね。何こいつらと思って。何こいつらと思って。めちゃめちゃ言えんしょうじゃん。そうそうそう、落ち着いてと。足怪我しただけの話だよと思って。うん、病院行きゃいいんだよ。なんで行かせないんだろう。お前なんてやめてけよ。そうだよね。緊張した？やっぱ俺に言うの緊張した？打ち合わせですけど、やっぱりちょっと来ました、めっちゃ。くっそ口悪いぞ。まあ、そうだ。そう、でもちょっと負けないように。負けるより来たよね。まあ、いやでもなんかこういう一面がでもあるのかもしれないですね。やっぱ女の強い。いや、ないですよ。あるですよ。だってもうポン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 。いや、一つだけ言う。こんなに可愛いのに絶対ない。
タマさんどうした？リリーちゃんこんな可愛いから絶対ね。はい、皆さんじゃあまた面白い企画はめて、リリーちゃんも、うん、前まではね本当にいやちょっと恥ずかしいですって言ってたけど、今日大女優やってくれたので、あのぜひあのいいねとあのチャンネル登録ね、チャンネル登録、まあ、まず年内5万チャンネル登録も目標にしますんで、チャンネル登録お願いします。また見てね。じゃあ明日から来ない。いや明日とか それは無理、法律上も禁止だし、俺まで辞めろとか言われるし考えたそうね。そう、辞める問題じゃないよ。そう